どうですか、始まってみて。選挙、選挙、選挙ってほらずっと準備してきた時と違うでしょ、やっぱり始まって。うん、違う、なんか勢いも違うし、周りの熱さも違うし、でもなんかまあだからいろいろそれでこうなんでそうなるんかなっていうことも、おそうなるんやっていうところもあるけど、でもね、路上に出ると一緒なんですよ。だからそれは楽しいかな。どう、何、路上に出ると一緒っていうのは、路上に出ると気持ちが一緒ってことですか。うん、だって毎日何が起きるか分かれへんくて、でも毎日誰かそこに人がいて、その人と自分っていうすごいシンプルな状態に路上やと帰れるんで、それは楽しいかな。訴えることっていうか、うん、自分がこうグリーンになってやりたいことっていうものみたいなものは変わらない。もちろんもちろんそれは変わらへんし、まあなんか増えていきはするんですけど、なんかこう路上にいるとあのいろんな人がいろんなことを言いに来てくれて、なんか例えば高校生の男子が勉強する場所がないねんけどとか言いに来たりとかするから、あ、勉強する場所増やさなあかんなみたいな感じで、で増えていきはするけど、まあもちろんなんていうかな、基本路線は変えようがないことしかずっと言ってないので変わんないですね。じゃあその基本路線のところと増えていくところをちょっとずつ紹介してもらいます、うん、赤田の基本路線っていうのは、まあなんかこれいつも言うたびに奇妙な気持ちになるけど、社会の中心は人やろっていう、それ以外思いつかないんですよね。社会の中心は人やろ、人を大切にするっていうことが政治の仕事やろ、でこれ以外ないので、基本路線はずっとそこのままです。で、まあ、増えていくのはそのなんかこういう困りごとがあるとか、こういうことを府が言い出したとか、それこそその、図書館増やさなあかんなもそうやし、あとなんか公共施設の使い方みたいなんて最近どんどん京都府も京都市も変わっていってるから、え、それなくなんのとか、え、それ値上がりすんのとか、そういうのはほんまにあかんなと思うし、あとなんかその高さ規制の問題を変えるって言い出したりとか、おいそれあかんやろみたいな、そのおいそれあかんやろは増えていくから、増えていくんやけどっていう感じですその人が中心の政治を目指すってことは、うんうん、現状が人が中心じゃない政治が行われてるなみたいな感覚がある。そうそうそう、例えばなんか具体的な話でいくと、今山科はなんか高さ制限を部分的に取っ払って高いおしゃれなマンションを建てようってなってて、その理由はって聞いたら、そうすると子育て世代の流出が止まるって言うんですよ。買うっていうみたいな話。うん、そう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 。それで、でなんかまあそのそういうことを言い出さはって、で要はもう今京都ってその子育て世代の流出がすごい問題になってるんです。でまあみんな亀岡とかちょっと近郊のとこにどんどん出ていってしまうと。それでだから若い人向けに高いマンション建てるんや。だから高さ制限は撤廃とか言うてはるんやけど、でもね、私らの周り、まあ、私ちょうどその世代。まさにダッシュに使われたその世代なんですけど、その世代の人らに、で、まあ、自分も含めて聞いてみたり考えてみたりしたら、マンション買う金ないから出て行ってんねんけどっていう、でも本当にみんなカツカツで、夫婦とも非正規やったりとかして、でも子供は欲しいから生まれておめでたいしみたいな感じで、ずっとそうやってなんとかやっていこうと考えた結果、いや京都は無理やなってなって、みんな出て行ってんのに、なんでそれが分かれへんのかなって。私の周りだけ特別貧乏ってわけで絶対ないし、統計とか見ててもそんな分布にはなってないし、だそういうね、なんか人を中心にだから開発したいなみたいな、そういう、まず街のことを考えるってことは人のことを考えるってことやから、まず人のこと考えようかとか、まず今現状どうなってるんかってことを考えようかって、もう私は思うんですけど、そうじゃない政策とかがどんどん打ち出されたりとかするから、ちょいちょいちょいっていう、そういう感じです。もともとさ、うん、京都の中でも山科っていうのはさ、あんまりみんなが来るような、うん、まあまあそのなんか観光地でなんかこうね、金閣寺パーみたいな、そういうのはない。でもね、実際こう来てみるとすごい面白い、まあ、山科って実はすごい歴史のある町なので、いろいろ面白いとこあるんやけど、そのまあなんていうの、分かりやすい派手さみたいなのはないとこではあります。それがいいんですけどね。また
でそれは前からそういうところだっていうのは京都に住んでて知ってて、うん、で今回じゃあ選挙に出るってなって改めて知った山科みたいなのはあって、実は私山科はあの山科青少年活動センターっていうのがあって、そこで働いてたんですよ前。だそこでなんかそので、まあ、青少年活動センターって市内7カ所やったかな今、なんかこうあちこちにあって、でそのそこの中高生たちとあの一緒にいろんなことをやっていくシステムの場所になるから、こうまあだから例えば南青少年活動センターはこんな感じの子どもとこんな感じの家庭の子が多いとか、でだからこんな感じの授業をやるとかね、そういうのがこう点々とある中で、まあ、山科でもやってて、で、あ山科こんな感じなんや、おもろいとこやな、まあ、生まれ育った私の町大阪の町に似てるんですけど、まあ、それでまあだから知ってるというか、なんかその部分的に自分の専門分野から山科、まあ、要は子供を通して山科を見ててそれは知ってたけど、まあ、実際この山科 あんたの場所は山科やって言われて、で山科にまあ要は通うようになって勉強するようになって、まあ、やっぱりなんかねその魅力のある町やなっていう魅力度は増したし、でそのなんていうのかな、でね山科の私の好きなとこは小さいお商売のお店がまだ生きてるとこなんですよ。要はそのなんていうのかな、京都市内中心部みたいにこうあのなんとかウォッシュされてない的 なんかこうでかい資本がドーンって入ってこう周りを全部なぎ倒していったみたいなことがそんなに起きてない街になってて、やっぱそこの魅力っていうのはその山科が自分の街 になってそこの人とたくさん話すじゃないですか。やっぱそうするとね、そこが全然面白いっていう、そのまあちょっと確かに不便とみんな思ってはるかもしれへんけど、すごいこうなんていうのかな、しっとりしたええ街で、まあ、言うたらこここそが京都っていうような雰囲気の街やと私は思ってるんで、めっちゃ好きですけどね山科。子供も可愛いし。人口的にはやっぱりさっき流出って言ったけど、まあ減ってって、まあ、それはねあの山科ももちろんそうやし、山科だけじゃなくて京都市全域がどんどん減ってきてます。それは、子育て世代が減っちゃう。子育て世代も減ってます、うん、じゃあ子供も生まれなくなって。もちろんそうだよね、子育て世代が減っちゃう。まあそうです、まあ、特に 子供が生まれてからの流出が目立つけど、うん、まあねその子供が生まれないかどうかっていうのはまあ計算が難しいところだとは思いますけど、まあ、実際そうなるでしょうね結局。共産党がこんなにごもっともなことを言ってるっていうのは、なんかストリートに行ったりとか路上に座ってて、うん、知られてないって感じしますね。なんかね知られてない感じももちろんするし、でもまあ特に路上にいてて思うのは、共産党がも自民党がもなく政治に対してなんかもうなんていうの、気持ち悪いみたいな、うっざみたいな感じの人はが増えてる気がするんですよ。だからそれ例えばチラシとか渡しててもそんなんかこうもう汚いものを見るような目でそういうのいいんでみたいな、そういう感じの人は増えてる感じがしてて、でもなんかねやっぱりね、でも私特に職業柄そういう人をしみじみとこう目で追いかけてどういう人なんかなって考えながら見てるんですけど、やっぱりしんどそう。あで、まあ、確かに、ね、外線をやるのがすごい、まあ、あんまり好きじゃないそのって昔のね、昔外線やるの好きじゃないってすごい思ってた頃に、何思ってたかっていうとやっぱ音がうるさいんですよ。でね、まあ、自分もそうやったけど、なんかあの、まあ、街に働きに行ってヘトヘトになって帰ってくる時の電車の中で人の立てる物音とか人の出す匂いとかそういうのがもうめちゃくちゃ気になる。もうなんかあのだからいつももうコロナ禍の全然前でもマスクしてイヤホンしてもうなんかシャットダウンみたいな、もう完全に外の世界はノーセンキューみたいな感じで家帰ってた頃あったなと思って、だからもうとにかくそのうるさい、何もかもがうるさい、差し出される情報もいらないっていう状態の人って、その政治がどうのこうのとか共産党がどうのこうのじゃなくて、ただただしんどい人が多いんちゃうかなって思って、だからそこが歯がゆいっちゃ歯がゆい。
なんかこうほんまはあんたやんねんっていう、私が相手にしたいのはあんたやねんっていう、しんどいことを一緒に考えたいねんけど、そうやんな、しんどいよなって言って、なんかこうすごすごとビラを引っ込めてすいませんでしたって言うっていう、そういう感じですね。でももともとさ、赤田さんはしんどい人たちとさ、うん、もっと向き合う仕事をやってきたんですよね。うんうん、その仕事をやってる目からしても、うん、さらにしんどいというか、さらにこう見えにくい人たち。もちろんもちろん。だからね、しんどい人相手の仕事っていうのは、その相手との出会い方はまあ2種類あって、連れてこられた人か自分から来てくれた人の2種類しか相手にできないじゃないですか。だから誰もそういうところにつないでくれず、来ることすら思いつかない人がやっぱり路上にいるから、当然私が仕事で相手にしてる人よりもしんどい人はちょっと多いかなとは思います。そっち路上の人の方がしんどいとは言いませんよ。ほんまにニッチもサッチもいかんようになってうちに連れてこられる人っていうのもルートとしてあるから、その人よりはちょっとマシかもしれへんけど、相当しんどいなっていう人が多いのは事実です。それはやっぱりここ十数年って、ここ、まあ、もしかしたらコロナ禍でさらに増えた。うん、ここ10年でしんどい人は増えたし、ここ5年でしんどい人は増えたし、コロナ禍でもっと増えたっていう印象です。どうすんのやろね、こんな悪くなっちゃって。でね、なんかやっぱり唯一あれなのは70年代のさ、おじさんおばさんからさ、物の値段が高くてみたいなことがなかったじゃん、ここ15年、20年、うんうん、そういうのはどんどん安くなって、買いやすくはなって、安いものでも良ければなんとかなるけど、うんうん、最近、高いよ。そうなんですよ。それなんかね、そうだから私もまたロスジェネやから、いわゆる働き出してから一切給料が変わってない。私最近だから共産党でいろいろやっとって、その年上の方が多いじゃないですか。そしたら、給料が上がる、なんていうのかな、上がるつもりなんですよ彼女らは。で、私は給料が上がるっていうことがなんていうの、分からへん。そのなんか知らないものは存在しないみたいな感じで、給料が上がるってどういうことですかとか言ってみんなにポカンとされてる立場やけど、その給料が上がってない中で、そうなんですよ、私のだから学生の頃から、まあ、10年ぐらいの頃経つぐらいの頃、まあ、要は今から10年前ぐらいって、なんかこうこんなに物の値段が、服とかね、 T シャツ1000円で大丈夫みたいな、でなんかこういつも T シャツを眺めながら、こうこれを1000円で、でもこれ1000円でお前作れって言われたら俺絶対作られへんけど、1000円で買える、これ誰かが損している、大丈夫、でもお金ないから1000円でありがとうございますっつって T シャツ買ってたのに、最近その T シャツがなんか2500円ぐらいするんですよ。どうしようかなって思ってますけどね。 T シャツは半分しか買えない。そんな違うんだ。なんかまあまあそういうね感じに見えますよ、うん、でもほら大阪のさ、例えば南とかさ、北新地とかさ、うんうん、そんな風な、なんていうのかな、カオスな状況ってのはないんじゃない。こう一見してみて、今この街もさ超平和じゃない。それが厄介やなと思ってますよ。それはどの辺がどう厄介なの。まあ、それってなんかね、私の職業柄やと思うんですけど、荒れてる子供って問題が目に見える子なんですよ。でも荒れてない子って問題がないか、ものすごい問題をうちに秘めてて全く出せる状況にないかの二択じゃないですか。私町も同じやと思ってるんですよ。町って、荒れてる町は、まあ、もちろんいろんなことあるけど、まあ自分が荒れてる町で育ったっていうのもあるかもしれへんけど、まあなんか多少荒れてもなんとかなるんですよ。いろんな人がいろんな感じで荒くたい感じで助けてくれたりするしね、なんか飯食っていきゃみたいな感じで。でも荒れてない街って、もちろん何の問題もない人もいると思うんですよ。けど問題を出した途端にもう完全にはぶられるかボコボコにされるかやから、荒れてる様子が全く出せないっていうね状況に見えるんですよね。で実際子供たちを見てると、それ山科の子供が特別荒れてるって話じゃなくて、なんかちょっとこう難しい、一旦踏み外した瞬間に
ちょっとえらい遠くまで行ってしまうなっていう感じの子が見受けられることも、まあ、どこでもそうですけどあり、その日本中に今そういう風になってるとは思います。問題なく見える、問題なく見えさせられてる、でも本当はっていう感じの穏やかな街だなと思ったの。そう言いながらも問題をはらんでる、うん、いやだからそれはちょっとでも問題を起こした人はもうバーンって弾かれるから、そうそう、それだけのことです。あ、そういう意味では超田舎っぽいっていうところはある。あー、確かに確かに、まあそれ超田舎もそんな雰囲気ありますよね、うん、なんかほら村八分じゃないけど、うん、それがなんかね暗黙の了解のうちに行われたりする感じ、なんか最近日本の都市ってそういうとこが増えてきてるとは思いますね。そこから要は弾き出されてどうしようもなくなった子供の面倒を見る仕事なだけに。あれじゃん、でほらすごい変わった選挙戦をやるわけじゃないですか。やってるしやるわけじゃないですか。ちょっとさ、今通ってきたんでしょ、うん、ちょっとびっくりしない？うん、なんかびっくりするし感心します、うん、他の人の選挙を見てると、うん、なんかねすごいなぁと偉いなぁと思います。偉いなっていうのは関西弁の方の偉いなぁです。立派やなっていう方じゃなくてしんどいな、しんどないんかなっていう。私はああいう感じの選挙にだけ向けたことっていうのをやるのはすごい苦手。いやでもあれだよね、それってさ、うん、なんか文化祭とかいろんなところでクラスの行事があるときに、うん、なんかクラスの行事にすごいハイテンションで行ける人と、うん、全く関わりたくないって人と、うん、またほら、まあ、見方によっては角度によっては関わっていいんだけど、うん、そこまでハイテンションになれないよねっていう大多数とさ、うん、いろいろいるわけじゃない。マジその3人目でしたね、うん、だってなんか自分が意味があると思ったことは全力でぶっ込んでいきますけど、なんかねそれは意味がでも1日目も2日目も結構いろいろ京都とか大阪だけじゃなくていろんなところからいろんな人が集まってるところが片近くの人望だなと思うんですけど、なんかもうすでになんかもう誰にも伝わらないものすごい話みたいなのが自分の中に蓄積されていってて、この人とこの人が手伝いに来てくれてその人が現場で会ってたとか、なんかその自分がずっと所属してたコミュニティのもう私からしたら重鎮みたいな人がすっげえ普通に証書貼ってたりするんですよ。えっていう、証書貼ってらっしゃるみたいな、土下座みたいな、いやしない、土下座しないですけど、なんかもうそれでこの人も来てるんや、この人も来てるんやみたいな、毎日泣きそうです。不思議だよね選挙って、そういうところ、うん、いやすごい不思議ですよ。なんか私選挙って、まあ、人の選挙をこれまで比較的まあまあ人よりはちょっとだけ手伝ってきたつもりやけど、なんか全然見方が変わりました。なんかいろんなものを捨てたし、いろんなものを拾った。お、例えば何捨てました？恥。いやだからなんかこうなんかね、手伝いに来てよって私言うつもりじゃなかったんですよ。でなんかまあまあ、手伝いたい人ははいぜひ来ていただければぐらいの感じやったんやけど、もう何でもいいから誰でもとにかく手伝いに来てよ、だってお前がいるだけでマジでありがたいからみたいな、こういう感じ。いやそこまでなると思ってなくて、何ちょっと笑いすぎじゃない、なんなん。いややっぱりね、体験した人しかわからないんですよ、うん、そうやと思いました。俺はね候補者になったことないから、うん、そこまでじゃないのかもしれないけど、でも責任者になっただけで、やっぱりそういう気持ちよ、うん、あ、わかります。それ責任者はもっとやばいかもしれへんな。いや本当だからね、なんか今日もいろんなボランティアに来てくれた人に何人かには言うたんですけど、なんかそのねボランティアとかって言うと、なんか選挙ってほらもまあパッと見は
いろんなことがシステマティックになってるし、なんかこう、なんとかのプロみたいな人がしっぱり作業してたりとかするし、なんかこう、私なんかが行ったって役に立つんかなとか、何ができるかわからへんしとか言って、みんな思ってるんですよ。で、特に私の選挙は、私の選挙とか言うようになっちゃって、まあ、私の選挙は、赤田の選挙は、ボランティアも初っていう人が結構来てくれはるから、みんな大体最初なんかも、来いって言われたけどほんまに役に立つんかいなみたいな感じですっごい恐る恐るこうやって来て、めっちゃありがたいんですよ。何でもいいからありがたいんですよ。少子5枚でもビラ5枚おるだけでもありがたいし、そこに立っててくれるだけでもありがたいし、なんやったら選挙事務所でおやつ食ってるだけでもありがたいしっていうのが分かった意味がでしょ。そう、だから今日ね来た時にチラシ配ってた女性、うん、あんまり選挙やったことないでしょ、うん、で俺ねそういう人にねこういうふうに配った方がいいとかってないの、うん、でも、うん、あの人が配ってる姿を見ると俺とかね胸が潰れそうになるの。来なきゃってまた来なきゃって思うんだよね。あの人が必死にこうやっぱりね、俺たちはもうビラ配る時にもうすごいサイボーグ、分かる分かる心を吸ってそうでも彼女は一人一人にそう試行錯誤をそこで、そうなんですよ、私赤田近くを紹介したいんですっていう、あれねやっぱ違いますよ、うん、まあほら勝負はねいろいろあるから分かんないけど、でもあれってねすごく重要な一票を獲得してる気がする。俺の心の一票が全部持っていかれてるよそれに。いや本当にそうなんですよ。だからなんかもうそういうことじゃないねんなっていうね、なんか何とかができますとか何とかが上手ですとかね、もちろんなんかそのなんていうの、中枢で支える人はそういう人の必要があるんですよ。なんかデザインができますとかね、そういう人が本当に大事、本当に大事なのはそれはその通りなんやけど、その人たちを支える周りの人っていうのはほんまにそういうなんかこう初めて手伝いたいっていう気持ちだけできました、何もできません、本当にありがとうございますってなってますね今。いやだから各省にいるんだと思うんですよ。もちろん共産系で言えば全労連の人もいるし、うん、うちらなんか連合なんか現場の人たちはそういうことが、うん、単純にできるわけじゃなくて心のある人もたくさんいて、うんうん、だから前に知らなかった時に連合はとか全労連はとか、うん、組織はとか新婦人はとか、うん、言ってるのが申し訳なくなるぐらい人です、人がいるんです、その集団が選挙なんですよ。そうだからなんか選挙ってでもさ、なんかこうダメなこともいろいろあるじゃないですか。多いですよね。多い多い、だからなんか最終的にとりあえず始まる前に思ったのが、選挙は愛でできたクソであるっていうことをすごい思って、まあ今はもう愛だけですね